すごく綺麗に塗られてる。サミュエルってセンスがあるんだね。レイチェルが心配なのはわかるけど、普通ビラまで持ってる？なんでサミュエルがレイチェルの写真を持ってるの？サミュエルはサングラスなんてかけないし、なんでこんなものが？サミュエルったら鍵をかけとかないと不用心だよ。これじゃすぐに忍び込めちゃう。サミュエル、早起きですね。ああ、おはよう、マックス。早朝が好きなんだ。穏やかで静かで、動物たちも一緒に目を覚ます。それがこの町の大好きなところです。森にいるたくさんの動物たち。リスは毎朝来るんだよ、餌を探しに。ささやきが聞こえるんだ。森ではどんな動物を見たんだい？実はメスジカを見たんです。私のことをじっと見ていて、まるで何かを訴えるように。それは君の守護動物だよ。マックスは自分のと出会えたんだ。運命の予兆かもしれないね。説得力ないか。僕の守護動物はリスだしね。昨日の季節外れの雪のことはどう思います？地球からの警告だよ。でも正直言って僕は今まであんなの見たことない。詮索してごめんなさい。でもなぜ物置にレイチェルの写真があるんですか？彼女のことを知りたくて。と言いつつ詮索は続けるのかい？みんな彼女に興味津々だ。知り合いだったんですか？警察にも言ったけど、レイチェルはいい子だった。彼女が写真をくれたんだよ。警察に話したんですね。レイチェルはモデルになりたかったみたいで。ああ、レイチェルは潜在写真をばらまいていたから。マックス、詮索を続けなさい。時間は君の味方だよ。大切な朝のひとときを邪魔したくないので、また後で。いつでもおいで。テイラー。何よ、ビクトリアに優しくしたからって私は慣れ合う気はないから。私はテイラーともビクトリアとも喧嘩するつもりはないんだけどな。いっぺん普通に話そうよ。変な子。ま、ちょうど暇だったしいいわよ。ケイトの動画ひどいと思わない？彼女すごい苦しんでるよ。それでいい子ぶって実はビッチだったんだから自業自得よ。なんでビクトリアと一緒にいるの？あなたたちにも意地悪なのに。だから何？あんたに何がわかるっての？彼女は最高の友達よ。そういえば私にもそういう友達いたっけな。ママは認めてくれなかったけど。口うるさくても健康なら私のママなんて。はい、やっぱ今のなし。テイラー。何よ、ビクトリアに優しくしたからって私は慣れ合う気はないから。お母さんが病気だって聞いたよ。心配だよね。何があったの？背中の手術よ。ビクトリアがそばにいてくれた。今のあんたとケイトみたいに。私だって人を傷つけたいわけじゃない。知ってる。だから話したかったの。そう、よかった。テイラー、案外楽しかったかも。また話そうよ。じゃあね。いいものがあった。ほら、リスさんおいで。写真を撮ってあげるよ。やった。ピューリッツァー賞はいただきだね。
校内にフットボール禁止ゾーンを作ってくれたらいいのに。ウォーレン、何してるの？ああ、別に。電話を待ってるんだ。てか、電話はもう出たんだけど、まあ、そんなことより、昨日は大変だったね。そういえば、あの時はありがとう。超かっこよかった。そのうち、お礼するから。ああ、期待しとくよ。ボコられた甲斐もあるってもんだね。ヒーローにでもなろうかな。ウォーレンはまさに日常ヒーローだよ。あいつに立ち向かったんだもん。でも君は俺を残して女の子と逃げたよな。いかにもパンクっぽい子だったけど、知り合い？幼馴染のクロエ・プライス。すごく久しぶりに会ったんだ。彼女が颯爽と車で現れた時はほっとしたんじゃない？それはそうと、なんで姉さんに絡まれてたんだ？昨日トイレで姉さんが銃を持ってるのを見たの。今度ちゃんと話すけど、校長先生が対応してくれるはず。昨日の雪といい、最近はまるでディストピアだ。そうだ、例のドライブインシアターで猿の惑星シリーズ一挙上映だって。行こうよ。うん、気晴らしにはちょうどいいかもね。レトロも猿も大好きだし。てっきり断られるかと。詳細はまたメールするよ。